石油は黒い黄金と呼ばれています。現代社会になくてはならない大切な資源だからです。しかし、石油は世界の中でも一部の地域、特に現在、あるいはかつて海だった場所からしか出てきません。さらに石油探査の成功率は非常に低いこともあって、探査には天文学的な費用がかかります。そのため多くの国が産油国になる夢を持っているにもかかわらず、石油探査の挑戦をしてもなかなか報われないというのが現状です。しかし、なぜ石油は海だった場所でしか見つからないのでしょうか。よく耳にする恐竜起源説は間違っているのでしょうか。そして石油はどのような過程を経て作られ、なぜ石油探査はこんなにも難しく費用がかかるのでしょうか。また日本海で石油が発見される確率はどれくらいあるのでしょうか。石油開発の歴史から石油探査に関する科学的な原理まで、石油に関する全てのお話、これから始めていきます。本題に入る前に、少し石油という用語について整理しておきましょう。探査をすると一般的に原油と天然ガスが一緒に出てきます。ですから厳密には原油、ガス開発と言うべきなのですが、今回は理解しやすいように原油と天然ガスを合わせて石油、あるいは石油と天然ガスということにします。意外に思われるかもしれませんが、石油の価値は最初から高いものではありませんでした。1859年、エドウィン・ドレイクがアメリカペンシルバニア州西部の峡谷で土地を掘削し、石油の発見に成功した後、石油から灯油を抽出し明かりを灯すのに使っていただけだったのです。しかし1885年、ドイツのゴットリープ・ダイムラーがガソリンを使った内燃機関を開発。1892年にルドルフ・ディーゼルが軽油を使ったディーゼルエンジンを開発。1908年、ヘンリー・フォードが世界初の量産車 T 型フォードを生産。1939年にドイツで灯油を使用したジェットエンジンの登場により、石油は明かりを灯すための燃料ではなく、輸送手段の中心的な燃料として脚光を浴び始めます。さらに1912年、アメリカで原油に熱を加え、その沸点によってガソリン、灯油、軽油、重油などを順々に作り出す現代型の製油工場が建てられ、多様な種類の石油製品の供給が可能になったことが大きな後押しにもなりました。18世紀の第一次産業革命では、蒸気機関や石炭が牽引し、機械を設備化する革命を促したとすれば、第二次産業革命では、石油や電気が牽引し、交通と物流、大量生産といった分野で画期的な革命が起きたと言えるでしょう。またこの期間中、多くの発明品が登場したことも相まって、人類史上最速で発展が進みました。それだけではありません。その後、1960年代には石油化学技術の発達により、食品、自動車、家電製品、家具、化粧品、医薬品など、様々な製品が石油から作られるようになりました。そのようなわけで、現代社会において石油は血液と呼ばれ、最も重要な資源としての地位を占めるようになったのです。しかし残念ながら、石油資源は全世界に均等に広がっているわけではありませんでした。中東、アメリカ、ヨーロッパの北海など、いくつかの地域に集中していたのです。なぜこのような現象が起きたのでしょうか。これを説明するには、まず石油の起源を知る必要があります。石油には大きく分けて、有機起源説と無機起源説があります。有機起源説は石油の元となる物質が生命体であるという仮説で、無機起源説は石油の元となる物質が地球内部の金属炭化物であるという仮説です。学会では有機起源説が少し有力だと見られているようです。ではなぜ石油が生物に由来すると考えられているのでしょうか。生成していない石油である原油の成分を見てみると、ほとんどが炭素と水素からなる炭化水素化合物でできています。そして生物も酸素、炭素、水素が含まれた有機化合物で構成されています。そのため石油は生物と関連が深いと考えられているのです。ですが、生物から石油が作られるためには、いくつかの条件が必要です。好気性微生物が生物の死骸を食べ尽くさないよう、酸素はほとんどない状態でなければいけないですし、海底に埋没して適度な温度と圧力を受けなければなりません。ただし、どの程度の温度や圧力は必要であるかは意見がまちまちで、正確な石油生成の原理はまだ明らかになっていないというのが現状です。一時は恐竜は石油の材料となったという説が有力でした。しかし今では恐竜はあまり関係がなく、プランクトンが石油の生成に影響を及ぼしたのだろうという説が有力です。
それはなぜでしょうか。陸上に住む恐竜は死ねば大気中の微生物によって死骸がすぐに分解されるので石油の材料にはなりにくいからです。ですが海に住むプランクトンは死ねば海深くに沈み酸素がほとんどなく、また温度や圧力がある程度高い状態で埋没するため石油になりやすいのです。それから海中にいるプランクトンは陸上の恐竜より個体の大きさは非常に小さいものの、総量としてははるかに多いと言えます。ですから膨大な量の石油の生成に適しているというわけです。こういった理由により最近学会では石油が作られた環境は陸ではなく海であり、さらに主な材料はプランクトンのような海の生物だったという見解が主流になっています。実際現在の世界における石油分布図を見ても海の周辺にあるものが多いです。今は陸地である中東地域もかつて中生代や新生代第3期には海中にあった堆積地層でした。ではそういった石油はどのように探すのでしょうか。一般的に石油探査には物理探査方法の一つである男性波探査がよく使われています。海上探査の場合、探査機から強力な空気圧を加え波動を作るエアガンを海底に向かって撃つと、海底の地層面で反射して戻ってくる音波の時間やエネルギーをハイドロフォンが保存し、これを分析して海底の近くの下にある地質構造を把握することができるのです。男性波探査の他にも地下にある岩石の密度差による重力場の変化を測定して分析する重力探査や、地下の岩石が持つ磁場の変化を測定して分析する磁力探査もあります。地層構造については下の方に有機物の含有量が多い根源岩があり、その上には岩石内に隙間が多く石油が流れることができる貯留岩があり、さらにその上を石油が抜け出せない程度に攻撃率の低い防岩が覆っていれば石油やガスが外に漏れることなく集積されていくのです。このような地質の形態をトラップと言います。代表的なトラップとしては廃車トラップ、断層トラップ、相違トラップなどが挙げられます。廃車トラップは地層が上方に盛り上がって石油が集積した形態、断層トラップは地層が立たれてできた断層が石油を閉じ込めた形態、相違トラップは地層が時間差で堆積し防岩が石油を隔離させた形態です。特に上に盛り上がった廃車トラップは全世界の油田の 75% 以上を占めています。代表的な油田である北海油田の地質断面図を見ると、廃車トラップと断層トラップが発達して石油とガスが安定して溜まっていることがわかります。ところで石油探査のニュースを見ていると探査成功率〇〇%という話が出ることがありますが、このパーセントはどうやって算出したのでしょうか。実は正確に説明するのは困難です。石油探査会社ごとにそれぞれ評価基準があるからです。ただし PRMS というものがあります。世界石油工学会では2018年度にこれこれこういう資源の埋蔵が予想される場所があれば次の手順に従って評価し開発しなさいという基準が立てられました。最初はボーリングをする前段階として将来的資源量を調べます。有望な堆積地を見つけたら地球物理的な探査資料を通して貯留層や防岩の有無といった地質構造や石油ガスが集積する可能性などを推測するという段階です。では探査成功率 20% と発表された場合、その数値はどのように算出されるのでしょうか。これは一般的に石油が生成される地質学的な4つの条件を持って計算します。例えばある地質構造において根源岩、貯留岩、防岩、トラップといった要件を満たす確率がそれぞれ 67% と仮定すると、探査成功率はこれらを掛け合わせて約 20% と計算するのです。次に条件付き資源量を調査します。これはボーリングを行った際有望な石油やガスが十分に存在することが確認された場合の段階です。地球物理的な探査で石油が埋蔵するという可能性が見えたとしても、実際にボーリングをすると水や液化ガス、液化二酸化炭素など他の流体が出てきて失敗するケースも数多くあります。男性波を使った方法では流体の種類を区分することが困難であり、様々な物質が混ざっている場合も多いからです。現在の探査技術では実際に掘ってみるまで原油なのか水なのか、あるいはガスなのか二酸化炭素なのかまで確認することはできません。最後は埋蔵量を調査する段階です。利益が出るくらいの商業性が見込める場合の段階ですね。探査ボーリングで石油が発見されると、ボーリング調査を通してデータや経済的条件などを分析し、商業生産が確実に見込める量を計算する段階になります。ところで、石油探査にはなぜそんなに多くの費用がかかるのでしょうか。物理探査の後に行われるボーリング作業は実に大掛かりなものです。ボーリングを行う一般的な掘削船はなんと4000から5000トン級にもなるほどに大きく重い船です。
線上に高い塔を建て、その中にドリルを取り付けた後、ワインオープナーでコルク栓を抜くように船の重さで押さえつけてボーリングをするからです。それから船員もボーリングタワーの管理、航海、機関室の運営、探査装備の管理といったそれぞれの役割を持った専門家たちであるため、船を使う際一瞬雇わなければなりません。そのため1日あたり船舶の運営費が1000万以上かかるといいます。しかもずっとパイプをつなげて掘り続けなければならず、硬い層に当たればまたやり直さないといけないので、数日で終わることはなく年単位の仕事になることがほとんどです。こういった理由で探査ボーリングで一つの穴を開ける工程に浅い海でも数十億、深海にもなれば100億近くもかかってしまうのです。ところでこんなにも膨大な費用がかかるのに、なぜ石油開発が活発なのでしょうか。それはそれだけ費用対効果が大きいからです。ノルウェーは北海で33回ボーリングを行い、34回目にしてようやく油田を発見しました。しかしその後多くの石油ガス田を発見し、代表的な石油産出国となったのです。今では石油がノルウェーの国全体の財政収入の 30%、 GDP で 20%、 輸出全体で 62% を占めるほどになったのですから、33回のボーリングは失敗ではなく長期的な収益を見据えての投資だったと言えるでしょう。では日本も産油国の仲間入りを果たすことはできるでしょうか。日本海は多様な動植物と豊富な有機物が存在した新生代第3期の地層からなっているので、石油が発掘される可能性があるという見方があります。さらに日本海には厚さ 10km に達する新生代の堆積層が発達しており、良質の貯留層がある可能性が高いと推定されていますが、これは大規模な油田が発見されたガイアナ沖の環境と非常に似ていると言われているのです。一方で日本海を地球の反対側にある南半球のガイアナの地質構造と単純に比較するのは無理があるとか、よそより埋蔵量が少なかったり経済的合理性がない可能性もあったりするといった慎重な見方もあります。今後日本海で十分な量の石油が出るか、またどのくらいの時間がかかるかは判断が難しいところです。しかし明らかなことは、挑戦しなければ何も得られないということです。地道にコツコツと探査を続けていけば、資源地図に関するデータや経験が蓄積できるでしょうし、次に成功する可能性を多少なりとも高めることができるでしょう。もしかすると偶然他の重要な資源を発見する可能性があるかもしれません。実際毎年日本では海洋探査に200億円以上を投資しており、2013年に南鳥島の近くで1600万トンにも達するレアアースの埋蔵地を発見しました。これは全世界で何百年間も使える量だとされています。中国も莫大な量の再生可能エネルギー投資で注目されており、自国の石油開発も拡大しているといいます。最近南シナ海で大規模なガス田の発見が報じられるなど、相次いで大型のガス田が見つかりました。今後日本も産油国になる夢が実現することを願っています。科学は世界を見る窓。以上、サイエンスドリームでした。ご視聴ありがとうございました。